鬼会はご注文を終えてからお願いしやす。すいません。どうすか、ボス。保護した郵便のデータを本部とベッケさんに転送完了しました。今回もお疲れ様でした、アイナさん。ブラスターこと手加減の謎も解明されるはずです。それはよかった。それと本部から連絡がありました。我々が保護すべき UB はいよいよ残り1種となりました。おお、マジか。しかし今回も UB の数が多かった。さぞ危険だっただろう。体は無事だったか？ええ、もちろんです。私もポケモンも無事ですよ。UB に取り囲まれたり、挟み撃ちにあったりと、いささか厄介な状況もあるにはありましたが。マジか。やはりそうか。どうしたんですか？ハンサムさん、先ほどからどこか様子が変ですけれど。何か知っとん？ああ、いや。言えよ。ひょっとしてご馳走のことですか？そこ？違うやろ。おっと、これはいかん。そうか、バレてしまったか。実はもう腹がペコペコ、カビゴンのごとき気分だ。わざとらしすぎるんですけど。仕方ないですね。でも、のびのびにもなっていますし。では、今回は私が美味しい店を操作しますよ。おー、すまんな。では、よろしく頼むぞ、ボス。お恥ずかしいですが、正直私もお腹ペコペコで。では、ちょっと行ってきますね。お二人ともごゆっくり。ごゆっくりできるんだろうか。ボスは疲労がピークのようだ。不調を隠すとき、彼女は努めて明るく振る舞う。今更だが君に伝えておきたいことがある。何？今から約10年前のことだ。私は3名のチームでアローラ地方に来た。その時の任務は UB の根絶やし。当時は UB などと呼ばれず、単に危険生物だったが、我々は UB を追い詰め、とどめを刺そうとした。だがよ、へました奴がいた。お、口なしさん。口なしか。手ぬるいこいつは化け物に一瞬同情した。その隙に一人のメンバー UB にやられちまったんだ。否定はできない。あれは私の判断ミス。彼女が戦闘員ではないのを早りできなかったせいだ。あいつは UB の巻き絵だもんな。国際警察は知っていた。UB たちはウルトラホールから現れたものを求めるんだ。おそらくホールを通過するときに体に浴びるエネルギー、例えれば匂いのようなものを嗅ぎ取っていると考えられている。え、それとボスがなんか関係が？バケモンどもも好きでこちらに来たわけじゃねえ。匂いを嗅ぐとホールがあって帰れると思うんじゃないか？口なしは巻き絵と言ったが、彼女はまさにその役目だった。ホール。ウルトラホールの彼方から現れた人間。あるいはそのエネルギーを大量に浴びたものを、国際警察ではそう呼ぶ。彼女はホールの向こうから来た別世界の人間だった。UB をおびき寄せるため、チームに配属されたのだ。同僚、やったってこと、口なしさんと。今回のお前らのチームにもホールがいる。一人はわかるだろ。姉ちゃん、お前だよ。マジか。そう。アユナ君はウルトラホールをくぐっている。つまりエネルギーを浴びたホールの一人と言える。そして、ただいま戻りました。すまん、アイナ君。話は一旦ここまでだ。わざとらしすぎるけん。お二人ともすみません。お店の予約失敗です。なんだかとても人気らしくて。よう。口なしさん、いらっしゃってたんですか？見えてなかったんかい。化け物が出たぜ。場所はポニ島だ。詳しいことはそこにある戦場レストランでだ。次のやつは手強いからよ。しっかりやんな。はい、ありがとうございます。ボスも、巻き絵の一人ということか。ハンサムさん、大丈夫ですか？いや、大丈夫だ。問題ない。では、ポニ島にある戦場レストランに向かいましょう。アイナさんも準備でき次第お越しください。ポニ島に向かおう。アイナくんも頼んだぞ。海の民の村に戦場レストランはある。ボスを一人にさせん方がいいと思うんやけど。ねえ。だってなんかやられそうやん。どうなん？大丈夫？とりあえず向かうけどさ。ポニ島。ポニ、間違えた。ポニ島の海の民の村。
よし。出発。到着。リザードン早いな。絶対飛行機とかより早いやろ。あ、じゃあとりあえず一旦回復しとこ。ほい、こんにちは、ポケモンセンターです。あなたのポケモンを休ませてあげてください。変なポケモンばっかりでごめんね、ジョイさん。ちょっと気持ち悪いかもしれんけど。気にせんといて。なんやねん、このボールとか思われてそう。ね、ウルトラボールとか。どこに向かえばよかったんやったっけ。こっちか。かわいい甘まい子と Z ヌードルを分け合う生活。僕は幸せだな。Z ヌードルって何やろ。あ、ここ何、レストラン。お、おったおった。来てくれたか、ゆなくん。ここやったんやね。ボスはもう出かけ、周囲の警戒に当たっている。偽の場所のか。偽の場所？やむない。ボスはもはや限界だからな。無理にでも待機させ、体力を回復させるしかない。話の続きすっか。もう一人のフォール。あたし。そりゃリラだ。自覚はないだろうがな。リラ？彼女は10年ほど前、この島の磯に倒れていた。そこを任務を終えた私と口なしが見つけ助けたんだ。ほとんどの記憶をなくしていて、分かったことは4つだけだった。リラという名前。公園地方出身。どっかで塔を守っていたこと。腕が立つトレーナーということ。そっから奴は国際警察の監視に置かれた。あいつの体から、とんでもねえ量のウルトラホールのエネルギーが検出されちまったからな。おそらく長い間、ホールをさまよっていたのだろうな。しばらく後、彼女は国際警察に加入した。で、先輩の手目を抜いて出世ってな。にしたって国際警察もろくなもんじゃね。一度失敗したフォールを使った作戦とはな。その認識は半分だけ正解だ。彼女は自分の意志で任務に就いたんだ。リラって誰？ボスのこと？なんかボスとしか言ってないけん名前をよく覚えてないんやけど。無意識に感じ、嘆いているのかもな。自分と同じ境遇の UB の運命を。だがフォールの彼女は UB に付け狙われる運命。そしてフォールを前にすれば、UB たちは興奮し荒れ狂う。いくら彼女が腕が立つといえど、限界がある。そのため、私は UB の興味を分散させたかった。だから私は君を頼り、UB の保護を依頼したのだ。そろそろやべえぞ。今のリラが奴と鉢合わせりゃ、まずやられるぜ。ふん。偽情報による時間稼ぎも限界だろう。ああ。だけどその前に姉ちゃん。ちょっとおじさんと勝負しといてくんねえか。なんで？なんでよね。いいじゃねえか。準備があんならここで待ってるからよ。何？死亡フラグじゃないよね、別に。じゃあ行くぜ。私が死ぬとかじゃないよね、大丈夫よね。これわざわざ座ったんかな、一回。さっきまで普通に立っとったけど。あ、来たよ来たよ。ってことは普通にルナーラで大丈夫か。ん？違うんか。あ、ここは？フェアリー？え、フェアリーやとしたら誰やっけ？ウツロイドやっけ？いや、違うわ。フェローチェ。全然違った。おらんのか。自然の怒り、自然の怒りは違うってこと？ないね。とりあえずもうこのまんまでいいや。効果ありやし。うん、大丈夫大丈夫。シャドウレイ。悪同士が大丈夫かと思ったけど、多分フェアリーよね。やけど、カップコケコのあの技は、攻撃技じゃないけん。ほら、一発。全然大丈夫。ワルビアル。こんままで大丈夫です。さあ、じゃんじゃん来いよ。そっか、全体的に悪タイプやったっけね。ま、このまんま行けば大丈夫やろ。
ルナーラシャドウレイ。いけー。うわ、今一つやった。マジか。効果抜群、マジで。あ、こっちには悪が効くん。マジか。いや、まあ、これで攻撃避けれるけん。ゴーストダイブ。あ、やっつけれない。効果抜群。ここは、よし、電樹木で行こう。多分、あと一発ぐらいでいけるんじゃないかなと。レベルあんま違わんねよね。あ、地震とかちょっとやばいやん。ほら。ほらほら、効果抜群。あ、ちょっと待って、ここはもう倒れとるけん。フェローチェ、フェローチェ。いい感じにこっちの苦手なタイプの技を持っているのね。よし、ここは。トリプルキック。え、待って、それも。ほら、なんかすごくない？どういうこと？ちょっと敵ながら今すげえ感心しちゃったんだけど。え、なんか全ての技を網羅してるとかじゃないよね。そんなにモテんもんね。エレキメーカー。エレキメーカーはいいんやけど。んー、ここはもう普通に行くしかないよね。あー、よろしくないよ。ほら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 、もう圧倒的やん。あ、違うって。よし。活躍することなく消えていくんやけど。パワージェムとか。え、もしかしてここにもそれ効果抜群とかそういう感じ？ UB って全体的に電気系？わあ、もうほら、もうレベルでゴリ押しでいくしかないよ。さあ、行くよ。ここはノーマルやもんね。ふう、やっと普通に戦える感じ。ギガインパクト。よし。いや、まさか2匹目でこんなことになると思わんかったね。ドンカラス。ふい、お、びっくりした。よし、ここは。ここは手加減はせんでいいよね、別に。ギガインパクトで。何今の、こっちが攻撃をしようとした時に向こうがやりだしたってこと？なんかちょっとカビゴン動いたよね。お、ペルシアン。来た来た、ちょっと待って。それぐらいは全然大丈夫やけど。びっくりした、進化しだすんかと思った。敵が Z パワーを使ったのは今久々に見たよ。ブラックホールイクリプス。あー、避けて、避けれないけど。あ、めっちゃ吸い込まれてたんやけど。当たらない。あの Z 技初めて見たな。ね。おお、ギガインパクト。悪系の Z パワー、まだ使ったことないってことか。そっか、ルナーラのやつゴーストやもんね。ゴーストやったっけ。これで最後？最後やね。よし、ここはもう絶対に。あー、耐えてね、耐えてね。絶対に耐えていただかなくてはいけないから、ちょっと、満タンの薬を、カビゴンに。あ、よし。
オッケーオッケー。そして Z パワー、これ一発でいけるかな。なんか超久々な気がする。さあ行くよカビゴン。 Z パワーを体にまとった。キラーン。本気を出す攻撃。さあ行け。プチッと。なんか絵だけで見よったら確実に確実にやっつけれるやろって感じやけど。おっしゃ、参っちゃうね。賞金がっぽりもらった。まあそれならいいか。頼んだぜ。それならってなんだ。私の強さならってこと？ナンバー000。ではアイダ君、任務を始めよう。最後の UB。なんて読む？グルトニー？口なしがエンドケーブの奥に誘導してくれている。エンドケーブって何？ UB05、グルトニー。いつものこれを。お、アイナはウルトラボールを10個手に入れた。やったね、たっぷりあるやん。アイナくん、これが最後の任務だ。まずはいつもの連絡だ。前回捕獲した UB のデータ解析が終わったそうだ。詳しいことが知りたければ、エーテルパラダイスにあるシークレットラブまで、ベッキー女子を訪ねてくれ。では任務開始だ。何かあれば私に言ってくれ。了解。場所は？さて、何かあったか？それとも情報が必要か？ UB 情報は？ UB05、コードネームグルトニーの情報だ。奴は山をも食らう凄まじい食欲の持ち主、グラトニーか。目撃数は1匹。口なしがエンドケーブの奥地に誘導しているはずだ。ただ、エンドケーブへの道のりは果てしなく遠い。ポリの鼓動から先へ進んだポリの楽園。楽園じゃない、花園。そのさらに奥にある。道中険しいはずだが、どうか頑張ってくれ。ふんふん。はい、わかった。気をつけて頑張ってくれ。グラトニーってあれやんね。ハガレンにも出てくるやんね。鬼会はご注文を終えてからお願いしやす。すいません。ん？お客さんとか特におらん。ん？なんか、不思議な生き物が地柄でキューブに吸い込まれた。まさかのテーブルの下。クリーン。ポケモンしかおらんやん。海溝。海溝ってなんだ。よし。注文した後やったら2階に行けるんかな。違う。あ、そうよ。とりあえず、ちょいとポケモンを。回復とか別にされてないやろ？ふう、危険危険。危険すぎる危険すぎる。じゃ、とりあえず回復して、休ませてあげます。これ普通にパソコンに預けただけでも回復されるんかな？お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。ちょっと整理しよう。とりあえず、あ、すげえびっくりした。なんかいろいろといらっしゃるけど。じゃあちょっとここ。ここは持っていこうかな。そして、どう？虫角と、鋼飛行って言っても飛行技別に持ってないよね。3匹おれば大丈夫かな。まあ大丈夫か。とりあえずこれで行こうか。で、その行き先が、ポニーの大峡谷、悲願の遺跡。どの辺の、あ、そっか、ポニーの鼓動をなんか通っていくかなんかって言ったっけ。ここを通り過ぎて、花園も通り過ぎるって言ったよね。
花園を通り過ぎてって言ったっけ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。